いいいよいよコースを作っていきますこちらの、ね、針金を使って皆さん、ね、好きなように折り曲げて端から端までですねで、えー、と長さ的にはですね、まあ、結構ぐるぐる、あのー、曲がっちゃうので、えー、一概には言えないんですけどもここからね刺してここに到着するようにということで、まあ、コースの、ね、幅は全体的な幅はここの、ね、穴を開けた。 幅に合わせてください、えー、刺す時なんですけども穴がちっちゃすぎるときは、えー、いつもの通りですね鉛筆とかペンをですね、えー、刺してグリグリっとやってちょっと穴を大きくしてあげてくださいでですねえー、とこちらこうねちょっとあの針金のね自分の重さ自重っていうんですけどもこちらでちょっと安定しないこうねちょっと抜き刺しできてしまう場合はこちらですねこういう感じです ガムテープをちょっとね、ちっちゃく切って丸めたものを挟んで、それをさらにクリップで挟みます。でそうすると、これね、えー、動きにくくなりますので、そちらをね、両サイトに刺して、えー、ちょっとね、安定させてください。はい、こういう感じですね。ガムテープをちょっとね、くっつく面同士をくるくるっとこう、丸めて、こういう感じです。ここに挟んで、これをさらにクリップで挟むという感じです。これでね、意外とね、しっかり安定するんですよ、これ。 ね、こうやって蓋が持ち上がっちゃうぐらいしっかり安定しましたでそしたらですね真ん中にまたねちょっと穴を開けてこちらからですねケーブルを1本通しますというわけでこちらね下からケーブルを通して、えー、こういう感じになりますでですねこれ出にくい時はさっき言った通りね、えー、鉛筆とか使ってちょっとね穴を大きくしてあげてくださいでそうしましたら続いて針金をですねこの線抜きのような虫眼鏡のような形に曲げていただいて でこちらですね、ここだけちょっとね、気持ち開けてください。こういう状態ですね、ここくっつけないでください。こういう状態にして、そしたらですね、こっち、あのとんがってるので、あの遊んでる間にね、自分の手に刺さらないように、ちょっとね、ガムテープで保護してあげてください。で、そうしましたら、こちらね、先ほどのこちらの導線を、ここにね、くるくるっと巻きつけて、さらにですね、先ほどここでやった通りあり、ガムテープとね、 クリップを使っっててて動かないいようにねちょっと固定してあげてください、えー、クリップでね止めるとこういう感じになります。で、遊ぶときはここからねちょっと入れてあげて、こう、ね、ぶつからないように、えー、遊んでいくわけなんですけども、えー、とねもうちょい加工していきます。えー、蓋を、ね、こう開けまして、もうねちょっと実は撮影の都合上ね配線しちゃってますけども、えー、とこちらね先ほどこう裂いた。 ケーブルですね1つはこの上に出てるんですけどももう片方ですねもう片方はこちらのですねあの針金あのコースになってる針金ですねどっちでもいいんですけどもこちらにねまたくるくるっと巻きつけてこのねガムテープとクリップでですねこの線が外れないようにしっかり。 固定しててあげてくださいでそうしましたらここでねいよいよ、えー、と電池を入れていくわけなんですけども、えーとですね、こちら触れてるとあの電池入れた瞬間ピンポーンってなっちゃうのでこれ外した状態でですね電池を入れてください。で電池を入れたらですねであの持ち運ぶ時です、ね、こ,のままあのこのままでもいいんですけども、えー、と学校に、ね、持ってく間に壊れちゃったりすると思いますので。 えーと電池を入れたらですねガムテープでここね軽くぴったり貼っちゃうと今度電池交換できなくなっちゃうので、えー、ガムテープでね軽く、えー、くっつけちゃってください、えー、くっつけるとき、ね、ちょっとしたコツなんですけどもガムテープをねあのくっつく面を外側にしてくるっと丸めてこういうい筒状にしてですね、えー、っと他のところにくっつかないように気をつけてもらいながらこの辺ですねこの辺につけてでこのボタン下になってると あの動いてるときにピンポンピンポン鳴っちゃうので、えー、このボタンをね上に来るようにしてください、まあ、そうするとねあの途中で音楽も変えやすいのでこういう感じにしてくださいでそうしましたら蓋を閉じてこれで完成です 遊び方は説明するまでもないと思いますけどもえ端から、ね、端までこちらね針金にえ触れないように、えー、こちらのね針金を操作していきますすいませんちょっとねあの今実はビデオカメラを忘れてきてですねああ早速ね失敗しちゃったわけですけどもえっ、ー、とね今ね実は iPhone で撮ってるんですね iPhone で片手で撮りながら片手でこうゲームをやっているので難しい。 でですね、このピンポーンの音が飽きたらですね、ここにボタンがあるのではい、音楽をね、変えて遊ぶこともできます作る時の、ね、コツなんですけども今回ねこのクリップと,、えー、とガムテープでですね、固定してましたけどもこれね外すことがもちろんね、外すことができますちょっとねあのこういう工程を挟むことで作るのはめんどくさくなるんですけども何がいいってですねこちらのベルを というかこのね呼び輪をですね再利用してコースを変えることができるんですねこちらの針金も今ねこれぐらいの大きさですけども針金の直径を大きくするとですねここの真ん中はぶつかりにくくなるんですけども真ん中ばっかりに気をつけてると他のところにねぶつかりやすくなります。ということでここのね直径をあえてちっちゃくしたりとかさらにね大きくしたりとかして難易度を変えることができます。 他にもですねこのコースも、えー、と今ねこう半分固定している状態なのでこちらのねクリップを外せば違うコースに、ね、変えることができますで、えーとね、学校に持ってく時は他のコースをね何個か作っていってこのね中にしまっておけますので、えーとね、休み時間とかですねまあ先生に OK もらってからですけども。 休み時間ね1時間目はこのコース2時間目はこのコースって言ってねみんなで遊んだりとかそれからですねこちらの針金をね変えて難易度を変えてですね、まあ、ちょっとハンデをつけて遊ぶということもできますというわけで今回はねこの,この、えー、ちょっとね電気工作を、えー、含めたですね時々トラップゲーム作ったわけなんですけどもいかがだったでしょうか えー、まあねあのちょっと難しいんですけども高学年の子だったらですね、まあ、作れるんじゃないかなと思います、えー、こちらですね実は秋葉子さんがですね小学校6年生の時にえき、ー、に実際にね学校に持ってった、えー、夏休みのね工作のえー、再現したものになりますで、ね、当時はですねこんなねあの予備林なんて100円ショップもねそんなになかったので、えー、予備林じゃなくてですねブーってなるあのブザーがですねその、えー、ホームセンターで1000円ぐらいしたんですね。 なんですごい、えー、お小遣いもね使っちゃったわけなんですけども今はねあのすごく恵まれて時代ですね。はいということで今回は、えー、秋葉子さん個人的にはですねちょっと思い出のある一品を作ってみました。 えーと皆さんはです、ね、いろんなコースを作ったりそれからねこれ大きさだけじゃなくてこれをねハートにしたり星にしたりしてもですねちょっとゲーム性が変わってくるんじゃないかなと思いますそれから難しすぎる場合は例えばねこの棒とかですねこちらのコースにガムテープを貼るとですねそこ無敵地帯になりますので、えー、それでねちょっと難易度調整をしても面白いんじゃないかなと思いますそれではみんなも作ってみるフィーユ まったねー。